皆さん、おはこんばんちは、マリサだぜ。ゆっくり霊夢です。前回の動画で来週中にアップすると言っておきながら、サボってしまってすいませんでした。ウプ主の切腹動画を近日アップ予定だぜ。前回は良いところで終わってたわね。エンチャントタワーで買って終わってたな。そして今回はツバメ王に乗ります。それでは本編スタート。早速メインディッシュの時間だぜ。ツバメ王は何としても勝ちたい。圧倒的人気じゃないか。普通に走れば落とさないわず、プレッシャーを跳ね返したいところだな。とりあえずトイレに行ってきていいかな。早速上がってんじゃねえぞ。指示は中段からね。スタートをうまく出したい。さあ行こうぜ。全馬ゲートイン完了。体勢が整ってスタートしました。ややばらけたスタートになりました。やっぱり遅れたか。この馬の悪い癖だ。二の足で挽回したいけど。ビオルブラウンドレッサー、あれなんでこんなに行きたがってるの。この馬の悪い癖だ。コインドサミー、さらにすぐ後ろからは2頭。あ、でも収まりそう。いい位置じゃないか。ステッドパスト外から1コーナーカーブ上がっていったのは5番ツバメ王。そのうちに1番バイリンガル、後方から2番手ラストシーン、最後方からエレメンタルセンス。さて先頭に戻りましょう。レースも速くないし前を見ながら進出したいね。2番手にはブラウンドレッサー、2コーナーカーブ、その後ろは2馬身ほどの差でハットパーキング、その後ろは5馬身ほどの差でツバメ王、その後ろは2馬身ほどの差でちょっと内に入れようか。ずっと外回っていたしな。1番ステッドパスト、その後ろは2馬身ほどの差でまた行きたがってるから抑えよう。ほとんど差はなく6番ラストシーン、後方から2番手にバイリンガル。ちょっと下げすぎたか。いやちょうどいい位置じゃないかな。 1000m を通過62秒です。3コーナーカーブ。さて先頭に戻りましょう。先頭入れ替わりました。ハットパーキン、リードは半馬身、2番手から手応えはまだありそうだな。その後ろは2馬身ほど離れてビオルド、その外には8番ステッドパスト、5番手にツバメ王。これは内側か。上がりながら進路を見定めたい。さてこの辺りから各馬動き始めます。よっしゃ行くぞ。前は射程圏だな。ハットパーキン、ブラウンドレッサー、その後ろは3馬身ほどの差でツバメ王。よし、自然に3番手の外、これならいける、あとは王だけだ。ラストシーン、中をついて上がってきました、ブラウンドレッサー。おい、伸びてないぞ。あれ？どうしたんだ？トップスピードも出ないな、らしくないぞ。せめて3着を。3番手にビオルド、ハットパーキング、リードを広げてゴールイン。ハットパーキング勝ちました。こんな負け方をするとは。 1.5 倍が序盤の外を回ったのが効いたかな。にしても伸びがなさすぎだぜ。切り替えてソフトイークリア。今回も後方からだね。ゲートイン完了。体勢が整ってスタートしました。ややばらけたスタートになりました。スタートは悪くない。流れで後ろに行こう。先手を奪ったのはストローブレイド、リードは半馬身、2番手エロイムエッサエム、さらにすぐ後ろからは2頭並んで、内からオームトラスト、ノアライセンス、外を追走、その後ろは2馬身ほどの差でカレイドスコープ。中段になりそうだな。この位置でもいいだろう。記憶の彼方ほとんど差はなく2番フライウェンディ、その後ろは
2馬身ほどの差でソフトウィークリー。その外にはエブリーコンバット、2コーナーカーブ、その後ろは4馬身ほどの差でディレードスチール、さらにすぐ後ろからは1頭並んで内ヒートストローク、外にコムスターズ、わずかに最後方はスピードアローという体勢です。さて先頭に戻りましょう。先頭はストローブレイド、2番手エロイム SIM、 その差半馬身、3番手には囲まれちゃったよ、オームトラスト、4番手を追走、5番手にはカレイドスコープ、さらにすぐ後ろからは2頭並んで3コーナーカーブ、進路確保できたな。さてどこから動くか、エブリーコンバット外を追走、その後ろには4頭ほどが一塊で内目をついてルームフローラル、中に後ろはまだ来ないし、もう少し待つ、あえて内に行くのか、多分開くやろ。さて先頭に戻りましょう。ルームフローラル、ここで行く、花を行くのはエロイム SIM、 リードを広げます。2番手からノアライセンス、ほとんど差はなく、6番ストローブレイド、直線に入りました。ルームフローラル、前が邪魔だな、ここでもいいんじゃないか、もう手遅れだ、こじ開ける、内からストローブレイド、体勢を直して、ここからどう伸びるか、1馬身のリードを取りました。ストローブレイド後続に1馬身のリードを取りました。ちょっと伸びがないな、足が上がった。フライウェンディ上がってきている、100を切りました。ソフトウィークリー上がってきている、フライウェンディ差し切ってゴールイン、これは接戦でした。経済コースを回ったけど苦しかったね。まあ人気もなかったし仕方ない。手応えの割に伸び悩むレースだったね。馬も生き物だからな。というわけで今回はここまでです。ちょっと短いが許してほしいぜ。今週は5レースとボリューミーだったからね。にしてもツバメ王は残念だった。優勝はしたかったな。次回はいよいよあの馬に騎乗するぜ。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。それでは皆様、ご視聴ありがとうございました。フェブラリーステークスはサンライズの場、よっ競馬ライフを。